んこんにちは。情報経営イノベーション専門職大学3年の京田ゆりなです。今回は10月29日30日に東京ポートシティ竹芝で行われたチョモローというイベントに IU も出展してきました。チョモローというのはちょっと先の未来の面白い技術だったりプロダクトなどを展示しているイベントとなっております。それでは IU はどんなブースを展示しているのか一緒に見ていきましょう。あちらではお子さんが何かを作っている様子があります。見ていきましょう。こんにちは。こんにちは。こちらではどのようなことをされているんですか？はい、こちらのブースはヘンテコ発明ブースと言いまして、子どもたちが自由な発想で発明ができるようにいろんな端材を置いて あるようなブースになっております。こういったブースをやろうと思ったきっかけっていうのは？はい、うちはもともと小学生向けにキャリア教育を行っている会社でございまして、で、子どもたちが楽しめるようにですね、この靴下のはぎれでできた端材を使っていろんなことができるよみたいなことをこう伝えることで、子どもたちに無駄なく楽しんでもらうっていうのをこう伝えたくて、このブースをやっております。こちらではどのような体験ができるんですか？はい、ありがとうございます。うちでしている体験としては、例えばこういったヘンテコ塗り絵で好きに塗り絵をしてもらったりだとか、靴下の端材でできたこのはぎれ輪っかを使って、好きにものづくりをしていただくってことをしてもらってます。この塗り絵のキャラクターは？はい、ありがとうございます。こちらはですね、ヘンテコ発明っていうことで、素敵な発明家の方たちをモチーフにキャラクターにしております。こちら天才と言われているアインシュタイン君、こちら飛行機を作ってくれたライト兄弟君を、モチーフにしたキャラクターになっています。とても可愛らしいキャラクターです、ね、ありがとうございます。こちらにはたくさんの機材が置かれています。こちらのブース行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こちらはどのようなものを展示されているブースなんですか？はい、こちらでは、配信をコンパクトにするためにはどうすればいいのかみたいなところを、アピールするために、今回ブースを展示設けさせていただきました。で、こちら寄っていただけると、こちらがストリームデックというのと、ATEM エクストリームアイスというものになるんですけど、あとこちらにあるパソコンですね。こちらのパソコンを組み合わせることによって、複雑な操作をこちらのボタン一つでできるような設計を今回組ませていただきました。今までの配信というのは、それこそテレビ局の放送さんとか、ああいったところで大きな機材を持ってきて組むというのが当たり前だったんですけれども、技術の発展によってこういったことも実現できるようになってきたので、今回それをこの来場される皆様に味わってほしいなということで、今回展示をさせていただきました。で、奥にはフォトブースというのがあって、今回来場された方が写真を撮れるような設計をしております。あちらのブースではすごくおしゃれな風船がたくさん飾ってあります。こんにちは。こちらのブースでは、まず With Femtech と書いてあるんですが、Femtech、はい、っていうのはどういったものなんでしょうか？はい、まず Femtech というのは、女性を表すフィメイルとテクノロジーを表すテックを掛け合わせた造語で Femtech っていうなるんですけど、意味としては女性の特有の健康課題をテクノロジーで解決する分野のことをヘムテックというふうに言います。そうなんですね。初めて知りました。ありがとうございます。こちらのブースではどのようなものを展示されているんですか？はい、私たちはヘムテックとテクノロジーを使わない、女性の特有の健康課題に対してケアをする商品、ヘムケアに特化した口コミサイトを今先行公開で行っております。ありがとうございます、はい、こんにちは。ここからは私3年生の田本が MC をやらせていただきます。よろしくお願いいたします。そこにちょっとすごそうなブースがありますね。では早速そこから行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こちらのブースでは何をやられているんですか？はい、書いてあるとモバイルゲームの最前線になって、我々が開発しているゲームのご紹介をさせていただいてます、はい、ちょっとデモンストレーションをしてもいいですか？は
はい、お願いします。スマートフォンでこの QR コードを読み取っていただいてもいいですか。でログインをしていただいて。ログインですね、はい、で体験版はこちらですね。体験版2つの、あ、これです。はい、はい、まあ、これはお試し版なので、はい、なのとあとまだ開発段階なのでインターフェースなんかはまだまだこれから、よくしていくんですけども、はい、モンスターと戦うっていうのをしてもらってもいいですか。はい、で迷子のコケ小鳥を選択してもらって、で下の方に行くと戦闘開始ってものがあるので、はい、それを押していただいて OK、 OK、 はい、はい、でこれが戦闘画面です。はい、でこれが自分のキャラクターでこれが敵キャラクターになるんですけど、で進むをどんどん押していただくと戦闘が進むようになってます。はい、でこれ何を現実させたいかっていうと、今こう EC 化ってすごい進んでいて、はい、イギリスなんかだと 80% 以上の EC 化率になっていると。で日本はまだまだなんですけれども、これからどんどんインターネット化していくと。でその中でじゃあ実店舗はどうなるのか、例えば今だと Amazon とか Uber Eats とか出てきているので、外に旅にも行かないし買いにも行かないということができてしまうんですけども、じゃあその消費行動と、ゲームを結びつけた何かができないかというところで生まれたのがこのクエストバトラーというものになります。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、すみません、ちょうど学長様を見つけましたので、ちょっとこれ軽くインタビューしてみたいと思います。すみません、よろしくお願いいたします。まず今回そのジョモロっていうイベントの中で俳優生がすごくいっぱい活動してると思うんですけども、なんでその俳優がこのジョモロっていうイベントに関わることになったのでしょうか。このイベントはちょっと先の面白い未来、はい、ジョモロ、俳優もちょっと先の面白いことを作っていく大学なので、はい、まあ最初からこれには入ってなきゃいけない大学であるんだけど、この会場は、東京港区竹芝っていうところにあって、でここそのものが IU のサテライトなんです。墨田区に本校舎があってサテライトが竹芝っていうことで大学がオープンして、でその竹芝からポップ&テクノロジーを組み合わせたイベントとして世界に発信をしましょうということで始まったイベントがチャマラーなので、うん、IU が主役なんです。あ、そうなんですね。うん、主役が IU ってことですか。主役が IU、 IU は産学連携、産業界と大学が一緒になって作っていく大学 でここの場所も産学連携のために作り、その力を世界に発信するためのイベントがチョモロなので、これからもずっとその真ん中に座ります。今後チョモロ以外にもそういった IU 生が今後発信していくためのイベントだったり、その場所っていうのは増やしていく予定なんですか。多分あちこちでこういうそのポップ&テクノロジーを組み合わせたイベントっていうのがあるので、はい、チャンスがあればどんどん IU をそこに出かけていってハックしようと思ってるけど、そのベース中心がここ竹芝でチョモロになります。なるほどね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのブースにはいろんなものが展示してあります。ちょっと見てみますか。こんにちは。はい、こんにちは。すみません、こちらのブースではどんなものを展示してるんですか。こちら墨田区にある UDC 墨田という団体がありまして、 IU も参画している団体です。はい、こちらで活動を展示してご紹介をしているところになります。お願いします。はい、私たち UDC 墨田というんですが、こちら、はい、IU が墨田区初めての大学として、そして2020年に開学しました。でその翌年にですね、千葉大さんもいらっしゃったので、この墨田区の区役所の方とかですね、であと千葉大、IU、民間の企業さん、民間の方とですね、この3社のところで連携をして、大学の知見を生かした大学のあるまちづくりを推進していきましょうという団体になっています。こちら IU の中でコア事業としてあるイノベーションプロジェクトという事業があるんですけども、はい、そこの特に1期生の子が1年生の時に発案したシェア傘というプロジェクトがありまして、これは例えば電車に忘れられてしまった傘をとかですね、そうやって結局すごい量廃棄されている、なのでその廃棄する傘を、いただいて再利用してリユースして傘を作り、でさらにその傘をシェアして街中で作りましょうというプロジェクトだったんですね。で今では小村駅、大学、UDC 墨田の、事務室ですとか各拠点に傘立ておいて、どこでも借り入れてどこでも返せるといった活動を今実際にイノプロ初から、実現に至った企画になっています。でこのような活動とかを、プラットフォームとしてですね、
手助けを行っているのがこの私たち UDC 隅田というふうになっています。その他にも今後ですね、広げていこうと思っているのが、これも IU の先生が金沢工業大学さんと一緒に進めている共同研究のものなんですけれども、この高度化展示ブロックといいまして、こちらをアプリで読み込むと、主には道案内とかですね、まっすぐ進めば何々の会場がありますとか、そういうような案内とかをできるというような展示ブロックですね。でその他にも観光とかにも役立たせることができるので、今日も特にこの展示の紹介などをアプリで読み取って説明できるような形で今日はご紹介しております。ちなみに今 IU 生は何人ぐらい携わってらっしゃるんですか？おそらく人数的にはもう30人ぐらいとか関わってくださっていると思います。まだ2年目に入ったところなので、団体としてはまだ活動がちょっと少ないんですが、これからどんどん広げようと思っております。なるほど、はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。外にもブースがあるということで、外にちょっと出てみました。こちらがそのブースです。こんにちは。こんにちは。こちらのブースでは何をやられてるんですか？今、ループとご協力をいただいて、今安全講習会と試乗会を行っております。なるほど。ちなみに今日参加してみて2人はどうですか？そうそうありますか？長老自体が小さいお子様と親御さんでいらっしゃる方が多いんですけど、その小さいお子様がそのループ自体に興味を持って、何これって感じで来て、親御さんが乗られて、その間にお子様を見て楽しむみたいな感じが多いので、いろんな楽しみ方があるんだなっていう風に思いました。今までそのループのことを見たことあって興味はあったけど乗ったことないよっていう人たちがたくさん乗ってくれたことっていうのがすごく良かったかなと思っていて、その、まあ、実際に乗ってみたら、あ、早いとか、あ、すごい楽だって言ってくれて、まあ、この先どん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 ループを使ってくれる人が、まあ、今回を通して増えてくれたらいいなと思います。お二人はなんでこのプロジェクトに入ったんですか？もともとやってた人がいて、その人とクラスメートで、はい、仲良かったので、やってみないって誘われて、やりますって感じでやりました。なるほど。私はもともとマイクロモビリティに興味があって、まあ、その関連のお仕事とかもいくつかさせてもらってたりとかして、まあ、今回そのご縁があって、まあ、ループさんのお手伝いができるということで参加させてもらいました。ありがとうございます。以上で IU のブースの紹介は以上になります。いろんなブースがあって結構驚きもびっくりもやりましたね。去年に比べてその例えばここのループだったりとかなかったブースとかもあったので、来年もまたちょっと楽しみが増えますね。以上になります。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。